南南は日本の女優、ファッションモデル。本名はバージュ南。既婚、東京都出身。元ホリプロ所属。現在はロサンゼルス、パリと日本を行き来しながら役者として活動中。日本でのマネジメントはスール・キートス。父はフランス人で、母は日本人。2000年バトル・ロワイヤルにて映画デビュー。 川田翔吾の恋人役を演じた。2002年には同じく、深作監督が制作に関わった、ゲーム、クロックタワー3の主人公であるアリッサ・ハミルトンのモデルとなった。同年、映画、三劇館ゆめで、初主演を務める。2003年には、資生堂、マジョリカ・マジョルカの CM モデルに抜擢。これ以降モデル、舞台、映画と多面的に活動する一方で、 自主制作映画、縁では、監督を務め、かねてから、一度だけ監督もやってみたいと発言していた、願望を叶えた。この他ファッション雑誌、ミーナにて、モデルと編集者を兼務、写真雑誌、ファットフォトにてコラム、レン、彩りを執筆するなどの活動を行う。2007年夏には、蜷川幸を演出の舞台、エレンディラのヒロイン、娼婦エレンディラ役を演じた。 この舞台では共演者である中川秋のりとのラブシーンや、晒し者として街中を引き回されるシーンなど、初めてのヌードシーンにも挑戦。それについては公演前の会見で、私も女優として一度は作品で脱ぎたいと思っていた、娼婦の役をやるのだから脱ぎます。抵抗はないです。と発言している。また会見では、ラブシーンについて、 中川と二人きりで自主練を行い、リアリティの向上に努めたという発言も飛び出した。2007年秋には、出演映画、逃亡クソたわけ、ロボロックが相次いで公開される。勇敢クラブの県美子有利役で、TB ライフ第17回年間ドラマ大賞2007の新人賞を受賞。ローティーン向けファッション雑誌、ラブベリーのモデルとしても活動していた。 2010年秋公開の出演映画、乱暴と大気では、妙な行動を繰り返す女、七瀬役を演じる。強烈な物語の世界観に関しては、ジップロックの中に入った気持ちになりました。と語っている。2014年、文化庁の新進芸術家海外研修制度のメンバーに選出され、10月より1年間パリへ留学する。2016年、 映画のトークショーイベントに出演の際、フランスの芸能事務所に所属していることが明らかとなる。2020年2月より、スール・キートスが日本での活動のマネジメント業務を担当する。2020年12月1日放送 BS プレミアム魂の、滝下での発言より日本放送協会、魂の滝下 NHK。 https://www.nhk.jp:/p:/ts/nw6n3xykjq:/2020 スラッシュスラッ年12月3日閲覧船積み乗る。カプコン。映画界から深作金次監督を招き、クロックタワー3を制作。2007年10月3日閲覧。産経スポーツ2003年6月10日閲覧。 ニコンイメージング。ニコン。2007年10月3日閲つらん。サンケスポーツ2007年6月5日閲つらん。サンケスポーツ2007年7月10日閲つらん。有名人が語る男前の条件。南、インライフインタビューより平成26年度、新進芸術家海外研修制度申請及び採択状況。女優、南、 フランスでの飛躍誓うパリ留学後初の国内イベント登場。オーコンスタイル。https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2077583スラッシュフルスラッシュ2016年8月31日閲覧俳優、南所属のお知らせ。ツールキートス。ニュース。 2020年2月28日へ閲覧。みなまた、作品情報映画 .com。ありがとうございます。